はい。POG2025 から26、注目配合チェックその2、絆かけるシンボリクリスエスってことでね、まあ、毎年例年通りって感じで、こう、ニックスとかって言われた配合に関しては年単位で追うようにと思って、まあ、動画ね、一回動画にしたやつは追っかけてんだけれども、まあ、ね、流行りしたりってあったりとか、あとはね、これが結果出たって言って群がるまでにやっぱタイムラグがあるんだよね。 まあ、その、配合が、結果が出たって言った時には、もうその時には、もうそのままって3歳、4歳なわけじゃないですか。その翌年に種付けをしようと思ったら、4、5年タイムラグが出る。まあ、つまりね、あのー、結果を出した絆、父絆、母の父、シンボリクリスエス。まあ、今年は1頭しかおりません。まあ、シンボリクリスエス自体もね、あのー、まあ、そろそろ、新規の供給がないわけで、 繁殖品場としては減っていくタイミングでもあるんでね。まあ、いつこのネタやるのやめるかっていうね、あの、あれにもなってくるんですが。まあ、その一頭がですね。えっ、ー、と、母ブランネージュ。ブランネージュの23。母。父絆。母の父シンボリックリセス。出産時の母の年齢が12歳。母出産時の祖母の年齢が5歳。お母さんはフローラステークスの2着で、祖母の弟にマイルチャンピオンシップ。香港マイルを買ったハットトリックと。 まあ結果を出した配合なんですけどね、今回、配合1例のみ、上が G1 レーシングで募集されてた、まあ、今回ね、あのー、情報も出てこないんですよね。まあ、なのでね、今回の動画は完全に捨て替えという感じになってしまってます。今のところ、G1 レーシングにもリストいなかったし、セレクトの募集場にもいなかったし、まあ、なので、捨て替えですが、まあ、続けていきたいと思います。以上、ハッチでした。